やりたいことというのは、自分がやりたいと思ったから、やりたいことになります。やりたいことというのは、やりたいことという名前ではありません。あなたがやりたいと思ったとき、それはやりたいことになるし、やっぱりやりたくないと思ったら、やりたいことではなくなります。好きなことができないと不満が生まれます。好きなことができない状態が続くと、どんどん不満が溜まっていき、イライラすることが多くなります。不満が溜まり、精神状態が悪くなると、物事をネガティブに捉えることが多くなります。好きなことができないのは自分がダメだからだ。いつも不機嫌なのは自分の性格が悪いからだ。常に退屈しているのは自分がおかしいからだ。などと自分を責めるようになります。あいつがいるからいけないんだ。あいつが俺の邪魔をしているんだ。あの人さえいなければ私は幸せになれるのに。と他人を責めるようになります。自分を責めても他人を責めてもやりたいことをやっていないという不満が解消されることはありません。やってみたいと思ったとき、もっとお金に余裕があればできるのに、もっと時間があればできるのに、ちょっとタイミングが悪かったなぁと諦めてしまうことがあります。これはやりたいことができなかったということになるので不満が発生します。不満は不快な感情なので、できれば感じたくない。この感情を何とかしたいと考えるようになります。やりたいという気持ちをなくせば、やりたいことができないという不満もなくなるはずだと考えるようになります。結果として、そんなにやりたいことじゃなかったから、やる必要はないと自分に言い聞かせるようになります。しかし、やりたいという気持ちをかき消しても、やりたいことをやっていない、ということには変わりません。やりたいことをやっていないのだから、自分を満たすことはできません。それはやりたいことじゃなかったんだ、と自分に思い込ませるたびに、どんどん不満が溜まっていきます。やりたいと思ったことをやりたくないに変えて行動を起こさないということを繰り返すことで、自分の中に湧き上がるやりたいという気持ちを抑圧することが癖になっていきます。やりたいという思いが湧き上がってくるたびに、いや、それはやらない方がいいよ、と抑え込むことで、自分のやりたいという気持ちは実現されないと感じるようになります。やりたいという気持ちは実現されないのだから、やりたいと思っても意味がないとなっていくことで、自分のやりたいことがわからなくなっていきます。どうせやりたいという気持ちは無視されるからと思うようになり、心がやりたいというシグナルを出さなくなります。心から発せられるやりたいというサインが弱くなり、その微弱な感覚さえも抑圧することで行動を起こす意欲が失われていきます。そして最終的には何に対しても興味を持てないから動くことができない、と無気力無関心になってしまうことがあります。生きていればやりたいことはいくらでも出てきます。そしてこれをやってみたい、あれをやってみたいとワクワクすることができます。やりたいことをやって満足する、そしてまたやりたいことが出てきてそれをやって満たされるという体験を積み重ねることで人生が充実していきます。自分の中に生まれるやりたいという気持ちを大切にしていきましょう。どんなに小さな望みでも、それはあなたを満たすための大切なサインになります。他人に知られたら馬鹿にされそうな願望でも、あなたはそれを叶えることで自分を満たすことができます。お風呂に入りたいと思ったら、お風呂に入って気持ちいいぜと感じればいいし、太陽の光を浴びたいと思ったら、太陽の光を浴びて、ポカポカするぜ、と気持ちよくなればいいだけです。あなたは自分の心の声に従うことで自分を幸せにすることができます。あなたの心は、これをすれば楽しいよ、これをやったら嬉しくなるよ、こうすれば楽になるよ、というサインを送ってきます。あなたの心は、あなたを幸せにするために一生懸命やりたいという気持ちをあなたに伝えてきます。なので、そんな優しい心の期待に応えてあげましょう。
自分が幸せになるために大切なやりたいという気持ちを抑圧しないように気をつけてほしいと思います。